ルパン三世、ルパン三世サラバイト式ルパンよ、サラバイト式ルパンよは、1977年から1980年に放送された、ルパン三世、第155話の、宮崎駿が、テルジュツトム名義で、脚本、演出を担当した。TV 第二シリーズに不満を感じた宮崎が制作し、第145話、死の翼アルバトロス同様、イメージが違うとして、 日本テレビのスタッフが没にしようとした経緯を持つ。当初のシナリオ体。作品としては、ロボット兵が登場し、ヒロインの声が、島本隅であるなど、宮崎の代表作、風の谷のナウシカや、天空の城ラピュタの原型となる特色が強い。ラストについては、ルパン三世カリオストロの城におけるエンディングや、冒頭のカーチェイスを彷彿とさせるものとなっている。 2011年に実施されたルパン三世アニメ40周年記念マイベストエピソード投票の t v 第2シリーズ部門では本作が第1位になり宮崎作品のルパンでは劇場版 OVA 部門のルパン三世カリオストロの城と共に2巻を達成した2017年に日本テレビタで放送されたルパン三世ベストセレクションでも本作が第1位に選ばれている 最終回であるにもかかわらず、ニセルパン一味やゼニ型に変装した、ルパンの登場シーンが大多数を占めており、フジ子や本物のルッパン、次元、五右モ門、ゼニ型の登場シーンは少ない。1981年の東京、謎のロボットが突如上空に現れ、宝石店を襲撃する。去り際に、ロボットが残したのは、ルパンの反抗生命カードであった。 ロボットの正体は国防軍の依頼で長田重工で開発され輸送中に何者かによって強奪されていた装甲ロボット兵ラムダだった。テレビ局にルパンのメッセージビデオが届くに至り、日本政府は非常事態宣言を発令しラムダの破壊を決定。日本に帰国したゼニガタ警部はルパンがこんなことをするはずがない。あれは偽物だと主張するが、 警視総監は聞く耳を持たず、街中には出動した国防軍の操る戦車部隊が展開される。そして再び出現したラムダに対し国防軍は、決起に流行るあまり、市民が避難する前に攻撃を開始し、戦車隊の発砲で街は大パニックに陥る。だが、その混乱の中、ゼニ型はラムダが逃げ遅れた人々をかばう姿を見た。追跡の末、ゼニ型は、 ルパンのアジトを突き止めるが、ルパン一味に囚われてしまう。拘束されたゼニ型の前に、ラムダを操縦していた娘が姿を見せる。彼女は、ロボット科学者、小山田博士の娘である、小山田真希。長田重工の資金援助で、装甲ロボット兵を開発した小山田博士は、その危険性を感じて、開発を中止しようとしたが、研究データすべてを、長田重工に奪われて、 失意のうちに亡くなっていた。マキは父の意志を継ごうとするも、軍事機密の壁に阻まれて明かすことができず、そんなところをルパン一味にそそのかされて、ロボットを操り、犯罪を行うことで、ロボット兵の危険性を世間に訴えようとしていたのだった。ところが、ルパン一,一連の騒ぎで、ロボット兵の有効性は十分にデモンストレーションでき、 国防会議による量産型ロボット兵の大量発注も決まったと北曽 M にセルパン一味は、用済みになった薪を縛り上げて、ラムダに乗せ、国防軍に撃墜させて、証拠隠滅を図ろうとする。しかしアジトが爆破され、ラムダが飛び立った時、脱出したゼニ型がラムダに飛び乗った。変装を取った顔を見て薪は驚く。なんとゼニ型に変装していたのは、本物のルパンだったのだ。 ルパンは、ニセルパン一味及びその黒幕である、長田重工社長と決着をつけるべく、マキの操縦するラムダと共に、川越にある本社工場へ向かう。これを報道で知った社長と、ニセルパン一味は、逃亡を図るが、すでにラムダは到着しており、ニセルパン一味も、本物によって成敗される。逃げ場を失った社長は、同じく走行ロボット兵のシグマに、 ルパンを始末させようとするが、すでに制御プログラムをマキによって改変されていたシグマは工場を破壊し始める。こうして長田重工の野望はすべて水泡に返した。明け方、燃え盛る工場の前には、機動隊と本物の銭型がいた。偽ルパン一味を抱えたラムダと共に、銭型の前に立ち、すべてをお話ししますと告げるマキ。そして本物のルパンたちは、 晴れやかな笑顔と共にどこかへと去ってゆくのだった。ルパン三世紀の登場人物、第155は、さらば愛しきルパン用参照。スーパーマンメカニカルモンスターズロボット兵ラムダは、ほぼ同じ姿で、天空の城ラピュタにも登場している。ただし、ラピュタのロボット兵は、無人で、が、推進もプロペーラではない。またラムダは、マキの登場、操縦によって動くが、 マキが登場していない状態でも自立し、おいでというマキの呼びかけに反応してついていったり、ラストでニセルパン一味を両腕で捕まえてマキと並んで歩くなど、ある程度無人でも行動できる。シグマは頭部が2つあり、四つんばいで歩行する。プロペラがないので飛行可能かどうかは不明。ライシャー兄弟のスーパーマンの一エピソードメカニカルモンスターズに登場するロボットのデザインに、 国示し、ロボットの開発シーンなど、スーパーマンでメカニカルモンスターが登場した、会のものとほぼ同じレイアウトも存在する。また、それを示唆するゼニ型のセリフもある。徳馬書店、2003年、ISBN 978から41億9861万6670。ありがとうございます。